はい、ではさよなら。いやじゃなくてさ、うん、おーす、こんにちは。こんにちは。どうもピグポンです。モカです。はい、ちょっとね、前回に続いて、うん、フロントフォークの途中からやっていこうかな思ったんやけども、うんうん、ちょっと部品がまだ届いてない、届いてないと買いに行ってないんで、うん、今日はこの辺、うん、あのなんていうの、うん、フロントの顔部分ですね、いわゆるヘッドライト周りですね、うん、を描いていきたいと思います。はいはいはい、まあ、一個は前も言ってた、うん、ここメーター周りを 120km に変えます、うん、これはキタコンのやつですか。そうです、そうです。これ精密なんでね、うん、これをこれに付け替えていきます、うん、あ、またこれは面倒くせえと思うんだよ、うん、バラして何やかんやって、うん、もうこれに変えます、 120km に。はい、はい、ちなみに 120km、うん、キタコさんの場合、うんうん、純正はスピードメーターのスピードの、うん、あのなんていうかな、おスピードオーバー30キロオーバーするとこうチカチカつくんですが、うん、あの120キロメーターないんで、うん、あら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 、はい、はい、その辺ご注意してください。はい、はい、まあ30キロなんでね、基本ね、うん、あの基本な、ね、基本30キロ最高、うん、速度。ただほら前も言ったように、うん、レースイング、うん、あのレース場に行くときあるやん。その時何キロ出してるかわからんやん、怖いやん。そういうことで、レース場、やっぱりレース場にはことはあんねんな。そう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 、うん、これを変える、うん、っていうのと、はい、今日は内容濃いよ、うん、お、そうなんや、濃いよ、うん、このこれね、これ、おう、これ、グリップも、これも変えんねや。グリップ自体は変えません。スーパースーツセット、うん、フルスロットルする時って、うん、要はここがちょっと遊びあるんですよね。あ、はいはいはい、安全のために、はいはいはい、ただ長距離とかに乗ってると、うん、こうやって前回するときに一回戻さないとね、戻すとか2回3回やられた方がいいです、うん、こう回すとき、うん、1回でクイーンっていかがです、うん、あ、なるほど、わかるかな、うん、こう遊びある分こう回すときに、うん、グッといかないわけですよ。ちょっと戻して、うん、自分の手を戻してやらないといけないところをこのスーパースロットに変えることによって、うん、厚みがなくなって、うん、そのまま一発でワン。へえ。慣れる前ちょっと。うん。そう。せやな。を変えるっていうことと、うん、せっかくね、このリア、うん、LED。あ、そうやね。に変えますよね。うん。っていうことはだ、うん、フロントも変えた方がいいよねと。うん。そうやね。高かったこれ。めっちゃ高かったっちゅうね、これも。見せて。オレンジ級な。オレンジ級かこれ。うん。うん、これもウインカーって書いてある。ウインカーのね、ここ。うん。を変えます。はい。まあ時間がある、まあ時間ないから今日はできないと思うけども、うん、そのうちここオレンジも。うん。クリアにしてリアと同じように、うん、でも球がオレンジだから違法にはならない、うんうん、球もオレンジの LED に変えると、うん、っていう感じでやっていきたいと思います。はい、はい、ビグモカ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 チャンネル。わうい、めんどくさいやつやわ。え、電装系やるか、今日。いや、もう、呼べんですよ。苦手な。うん、やっぱし目立たんね。なあ、白やからな。白だけど、白か黒やから やからな。
あ、これ結構使えるんで。これなんていうやつ？知らん。スイッチ関係。うん。純正から下がりに変えました。はい。これはもう簡単さ。うん。はい、で今度はスロットル。うん。こっからちょっと何ギアで多分。マジで？こっから時間かかると思いますさ。はい。違い分からんよな。うん、同じやん。同じやと思うねんけど。うん、すごい違うんや。素晴らしいわ。はい。ほえやわ。はい。え、待って。うん。そうやな。そうやな。そうやな。うん、これだけ。いいっすか。うん、いいっすよ。いいっすか。いいっすか。もういいっすか。うん、何がいいっすかな。 これっすか。これで OK なんすか。あの、うつつえあれなんかすんごい簡単にできちゃったけど時間かかる言ってたやん。うん、はい、うん、え怖い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 。何も変わってないとかありえる。それとそれ一緒って分からへんけど、うん、確かに遊びは前よりは、うん、ないないねん。どう違うんやろう。どう違うんやろう。何が違うんやろう。どう違うんやろう。これ不思議。何が違うんですか。何かが違うんやろうな。うん、感触とか違うの。おーって感じ。おーって感じ。おー、マジでっていう。何かが違うんやろうな。うん、何かが。何かが知らんけど。ちょっとは遊びなくなってんのかな。うん、思われへんけど、わからん。ほんまわからん。ずっとずっと飲まれた人に握りの必要タブツのクローズがフルスロットルまでが。うん。あ、ほんまや。ほんま。うん。ちょっと違う。うん。はぁ。と思う。うん。うんうんうん。ほんで、うん、ほんで、うん、そうや、声、声、これをどこに、ここに、こういうことです。これを純正から、うん、このかっこよくやつに、おお、声に。うん、変えたらかっこよくね。ちょっとメカメカしくなったんじゃね。いいやん、かっこいい。うん、これをさ、ちゃんとやっとかんとさ、うん、あのなんか結構これ何かかブレーキ、うん、オイルを交換するときとかってここを取らないとあかんやんか。うん、あ、そうなんや。このブレーキ、うん、ただ結構錆びついてる場合があると、うん、このビスが抜けにくい場合があるから、うんうんうん、ちゃんとある油さして、うん、最悪割れあのネジ山を切ってやらないといけなかったりするからね。うん、
ビグモカ。ビグモカ。メーター外してんの？うん、の前にメーター外す前に、うん、このね電球。うん。ヘッドライトの？そうそうそう。ヘッドライトじゃない。メーターの？ちょっと一回確認。うん。さっそうや。ん？さっそうや。さっそうや。スイッチあらへん。さっそうや。そうそう、まあ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 、そうそうや、そうそうやな、そうそうや、そうそう、そうそう、やめとこう、まあまあまあとりあえず、うん、うん、はこれはこれで OK やろ、うん、うん、これは外すけどもこれは変えたらあかんね、うん、ここがね、これ俺今変えたのは、うん、あの要はメーターの明かりや、うん、を2つな、うん、これは変えて、うん、でこれをこれは、ウインカーのこのカチカチやねん、はいはいはい、だけど、うん、これどうも直流とかその辺でなんかややこしいらしくて、この電球をただ LED に変えても飛ぶんや、うん、だからこれはこれで違う、なんか、うん、どこやったっけとか忘れたけど、ちょっとお高めな、うん、1個1200円とかする、うん、なんかあるそれに変えれば、うん、ええらしいけども、うん、とりあえず今ないんで、うん、だから、まあ、これで99.9% LED 化になってきてます、うん、ほーい、はい、これに変えとかんとな、うん、スピードメーター、はい、これでワイヤーは変わりました、うん、でこれをからつける、はい、出た、こっからっすよ問題は、うん、ちなみにあのスタコの 120km、うん、ちょっと説明書ついてました、うん、あ、ほんま、その説明書どっかやった愚か者がここにいますけど、ここにで、これは取り方としてはここに爪あるんで、うん、これを、うん、外すと、うん、これ外すのは、うん、めちゃくちゃこれで、うん、外れます、はい、よかったね、ちょうど、うん、あ、折れてもうた、え、ああでかしてんね、やっぱし、うん、こう、これで取れます、うん、取れた、ネジさ、4本かな、うん、でやっぱ外したら劣化して
折れましたわ、ポキッといきましたわ、うん、もうこれは使えませんね。これですね、うん、こういうことですね。おで、うん、ここに本来だったら純正スピードメーターでやんか、うん、ないからこの配線必要ないね、うん、ああそうなんや。これは必要やけどな、うん、これ自体必要なくなってくる確か。でこれアースやけども、うん、だから必要ないからどっか違うところに取らなくていいのかな。これ多分アース関係やから、うん、多分大丈夫だと思うね。ほんで、うん、ここもねちょっとね純正のクリアから、うん、ブルーのこっちに変えます。おお、うん、こんな感じ。おお、若干ちょっと硬いかな。硬い？硬いってどういうこと？見えにくくはないだろう。うん、じゃあ取り付けかな。ああ、硬いかな。まあまあまあ、うん、おお、ここは配線間違ったらね、ややこしい、えらいことになるで、うん、これがえーと何やったっけ、メーターのファイヤーか、ファイヤーに取り付けてるってことだな。青が、うん、ここか、あーしょ、LED に変えてメーターのこのライトね、うん、もう LED に変えました、はい、青に、青にこっちも、うん、青に変えました、うん、で入れると、うん、これは、うん、曲がる？曲がるかまだ、つけて、はい、ああ分からんな、あんまり、まあ、うん、だいぶ目で見るとだいぶ分かる。あ、うんうん、分かる、あの肉眼で見ると分かる、分かるやろ、うん、ちょっと画面じゃ伝わりにくいかもしれん、うん、な、
でもまあ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 。うん、着いたね。着いた。うん。ビグモカ。ビグモカ。で、はい、クリアに変えちゃいました。うん、お、めっちゃかっこいいやん。かっこよくなったよな。めっちゃかっこいい。これかん、ちょっとコツいるんやけど、うんうん、この、まあまあ、なんか知らんけど、ヘッドライトめっちゃあるんやけど、この、これな、こっちの方が紫でかっこいいなと、これにしようと思ったんだけど、うん、そうやな。ここ割れとったから、うん、もうもちろんこっち、こっち、もともとついとったよ、うん、こう、こうあるやん、うん、これを、うん、こう、こういうので、うん、基本外じゃなくて暖かいところやってくださいね、うん、パキッていくんでね。ああ、そうか。ゆっくりゆっくりこうやって、うん、こういう煮詰めに挟んでるだけやから、うん、これを取ったら、これがポコッと取れるんですよ。うんうんうん。で、これがハマっとるんですよ、ただ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 ハマっとるんで、それを透明にするだけか。これを取るだけです。おー、ただそうすることによって、うん、純正のウィンカーがオレンジなくて透明なのよ。あ、そらせやな。でしょ、うん、イコールあのウィンカーはオレンジじゃない。オレンジ球を買わなあかんってこと。そう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 、うん、もしくはこれオレンジ塗るか、まあ、劣化しちゃうからあれやし、うん、変えるんやったら俺はもう LED に変えちゃおうと思ったから、うん、ちょっと高いけど、LED に変えましたよ、うん、と、うん、はい。で、今からそれを、うん、さっきの作業の逆をやっていきます、うん、はい、はい、それまでドキドバーシビグモカビグモカあーし、トキ飛ばしして、うん、まあ、うん、なんとかこうとか取り付け終わってたんだけど、うん、どない、うん、カヤロからのあ、スイッチもね、交換して、こっちもね交換して、うん、おーんで、うん、んで、はい、こっちが、おー、かっちょいいな。これクリアにして、うん、してヘッドライトをちょっとね、うん、あのまた変えるけど、うん、まだ 100% ではないんですよ、LED、うん、あれ 100% にしたいわ、うん、ほぼ 100% ほぼ 100% じゃあエンジンかけましょうか。おー、で、あれウィンカー、うん、こっち LED に変えてます。うん、こっち LED で、こっちが普通のやつ、普通のやつだから変えるの、うん、ここでしたり、うん、ライトも暗いやろ。それなんかオレンジやな。え、そう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 、白じゃなくてオレンジ色してる。で、捨てやすい。あ、そうなんや。昔のやつはよく、うん、で、120度のやつだと電球もちゃんと、うん、バイルちゃんとついたわ。うん、もう一回見ていい？はい。おお、光って光って、わかるわかるわかる、うん、もっとわかるなあ、わかるで。はいはい、というわけで、これだー。 あと、もう一個忘れてた、うん、シリンダーヘッドも変えたんですよ。え？シリンダーヘッドも変えたんですよ。これな、これかっこいいよな、はい、うん、黒かったやつが、そうそうそう、うん、純正からシューバーになったね。うん、買いました。はい、はい、ということで、うん、いろいろ、うん、買いました。はい、ということで、はい、ああ、チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。愉快で楽しいビグモカチャンネル。こんにゃろめ。